台湾有事が現実味を帯びてきてる中、尖閣もまた他人事ではない。今回政権野党から海保体制強化法案提出、詳しく見ていきますね。自民党も動きを見せていますが、もう後はありませんよね。本気になるしかないです。尖閣諸島を管轄区域とする海上保安庁第11管区海所保安部の報告によれば、2021年5月24日、中国公船の4隻のそれぞれ別の船舶が、日本の領海内に侵入、今年累計で16回目を記録したという。中国公船とは、中国の海上保安庁に相当する海警、医局の船舶のことであり、今月の5月11日にも、同様に、尖閣諸島の日本の領海内への侵入を行っており、尖閣諸島を自国領と主張するアピールための行動とみられる。今回の中国海警局の船舶の行動は、尖閣諸島の大正島の南方海上で、漁に従事していた日本の漁船の活動を阻害する目的で行われた模様で、24日午前4時半前後に発生した模様である。こうした緊迫した事態が続いている尖閣諸島周辺海域においては、海上保安庁の巡視船があらかじめ日本の漁船の保護を目的に巡回行動を実施しており、中国海警局の船舶の接近を阻止した。ここで、日本の漁船に接近してきた中国海警局の船舶は、海峡1305および海峡2302の2隻であり、日本の漁船に領操業を行わせないようににすることで、中国領との既成事実化を狙ったものだろう。さらに、中国海警局の別の2隻の船舶は、海峡2502と、海峡6401と確認されており、こちらの2隻は、すでに日本の領海から出たが、残る2隻は、29日の時点で、未だ居座り続け、日本側へ圧力をかけ続けた。日本政府としては、発生同日の24日に、中国で政府に対して強い態度での抗議を行っており、現加藤官房長官も極めて深刻な事態だとし、配備した。巡視船で日本漁船の保護に注力する旨を改めて表明した。こうした事象の発生都度に強い抗議を行うと明言している。日本政府ではあるが、外交上の申し入れでは、すでに拉致が開かない。事態にまで進展していることは、誰の目にも明らかな状態だろう。尖閣諸島は、日本側が実効支配をしているとはいうものの、こうした事態の多発と、むしろ活動をエスカレートさせている中国海警局の船舶の行動からは、その状態の維持も困難であるように見える。こうした中国側の態度に危機感を募らせた政治的な動きとしては、少し意外な気もするが、野党である立憲民主党が対策案の具体化を進めており、そこでまとめられた法案を国会に提出する予定が報じられている。立憲民主党の対策案とは、九段の尖閣諸島周辺海域において最前線で、領海警備の任に従事している海上保安庁の活動を、体制面の強化で、後押しするものとなっており、その内容に注目が注がれている。具体的には、
海上保安庁の巡視船等の活動に必要な装備を充足させることを目的としており、これを5年ごとのサイクルで見直していく内容が盛り込まれているとされ、その実施に期待が持たれる。また頻発する現在の危機的な尖閣諸島周辺海域の中国側による領海侵犯の常態化に対して、政府が海上警備行動を発令した場合に、自衛隊も連携して行動が可能な体制を敷く法案も別途検討しているという。政府与党の自公民連立政権に対して、現在の日本の野党は弱すぎて存在意義すら疑われるほどの惨々たる状態ではあるので、今回の立憲民主党の対策案が単なる政治的パフォーマンスに終始しないことを願うばかりだ。一度2009年に前進の同党が反自民党のムーブメントを作り、一旦政権奪取かまでは良かったが、その後の東日本大震災等の対応等で露呈してしまったように、実行力の伴わない議場論なら不要だろう。さて、日本の海上保安庁に相当するのが中国海警局だと前述はしたが、2018年の体制変更によって準軍事組織とも言うべき武装警察の一部門に組み込まれており、極めて海軍に近い性格とも言われている。中国海警局所属の船舶は4桁表示が海区海峡船艇であり、5桁表示が地方海警部隊の船艇であることを意味しており、排水量的に大型な船舶はやはり前者の海区海峡船艇がその大半を占めている。今回の尖閣諸島近海の領海侵犯を行った4隻は、いずれも海峡1305、海峡2302、海峡2502、海峡6401と4桁表示であるため、より外洋に向けた海区海峡船艇であることが見て取れる。この4桁の数字のうち、頭の1桁目は海区を示しており、1は北海分局、2は東海分局所属といった具合で、続く2桁目は数字が大きいほど排水量が大型で、末尾は割り当てられた投資番号とされている。中国海軍同様に、中国海警局の船舶数も増加も著しく、すでに日本の海上保安庁は数および総トン数で太刀打ちすることは事実上困難な状況に追い込まれているのが実情となっている。あくまで警備用の船舶であり、海軍の水上戦闘艦等のように装備や兵装によって優劣がすぐに決まるようなものではないとはいえ、中国得意の物量戦術の前に日本側の劣勢は否めない。